ございます。赤崎瀬尾、よろしくお願いします。マシマシ TV 発信です。ということでね、はい、今回は鷹の目獨協大学前本店ということで、はい、行ってきておりますが、こちらですね、前に行ったあの、鷹の目さんの蒲田店の本店なんですね。あ、そうなんですね。やっと行くことができましたということで見ていきましょう、はい、ね、東武伊勢崎線の獨協大学前駅、またの名を草加松原駅、うん、旧松原団地駅ということで、駅名がちょっといっぱいありますけども、鷹の目さんといえばですね、あのさっき言った鷹の目さんなんですけども、蒲田のね、はいはい、目の字がこうマナコからこう木の字になったんだけど、まだちょっと看板が出来上がってないということで、マナコのままということでね、今回はこの人と一緒に行きました、ね、こちらの、ね、全力たけし、ね、彼もねコンビ名ライデンになったということで、全力たけしの紹介マジでいいですえ、マジでいらない。あ、だだだ、うだまに戻ったとね。いや、これね、いっぱい出てくるんでね、今回ね、あの名だたるラーメンマニアの方のステッカーがいっぱいね、スル TV さんから、はい、そっちを紹介してよ。あ、こっち、うだまんじゃなくてあのラーメンに生きる女、森本さと子さんのねステッカーとかもあります。あ、いろんな方がね、いろんなね方々、はいはいはい、まあね、あのこういった、トッピング類などいろいろまあありますけども、はい、私は今回頼んだ、もちろんこちらね、夏季限定名物の冷やし中華の第選択ということでございまして、どんなんが来るか、こんなんですね。第2すると1000円ね、唐揚げは少しだけで他マシマシとチーズをプラスしてますが、はい、豚肉じゃなく鶏なんですね。あ、まあ冷やしは、そう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 、ね、でトマトも清涼感ありまして、はい、コールは先に伝える、ガリマヨや唐揚げの別皿も OK、うん、で冷やし中華鶏肉なんですけど、豚マシしてもいいよと。なるほど、いうことでございますね、うん、さあどっから食っていきましょうか、うん、すごいねこれは。いや、これはすごいよ、標高がすごい。鶏でございますが、はい、このね食感といえばですね、バンバンジーによく入ってる鶏肉のあの冷たさ分かりますか、はい、ギュッとした感じ、これとガリマヨの組み合わせがまあ美味しいったらありゃしないの、ね、増せばよかったね、増せばよかったね、それ野菜ですから、ね、野菜がもうどっから食うんでしょうかという感じ。将来タワーマンションに住みたいですけど、ちょうどこんな感じこんな感じですか、一番上はイメージしてガーデニングみたいになってますけども、ガリマヨがね、あのドレッシング的役割発してるサラダです。本当にサラダいいですね、いいサラダですね、サラダとしてね、まずね、そうそうそう、まあ、あまりの量なんでね、こう何にも味付けがないエリアもこう出てきてるんで、うん、ガリマヨは絶対頼んだ方がいいと。なるほど、マシマシにしたい人はね、はいはい、食っていきますが、でですよ、はい、でですね、ここでちょっとね、まあ、うだまんにこうちょっと取られる結構出てくるんですよ今回。うだまんは、うだまん普通のやつ頼んでる。あ、普通のやつ頼んでます。なるほどね、うだまん普通の食ってますね。おじさん同士でやめるやだなすいません、茶目っ気が見えたりする、すいません本当にね、まだ麺いってないですけどね、麺いってませんよ、いってません。もう食い終わる、早っ、もう食い終わってるから。あ、そう、この人本当にすごいんだよ本当に、赤星が早いのに出すのと思ってすごいな。ここでやっとね麺をいきますが、小は300、大は400ということで、はい、私今回 400g の食べてますが、激かった、ゴワゴワ、僕これね、イメージよりもこんな硬かったっけなと思ってますけど、硬すぎて硬かったっけなと、そう思ってますけども、丼、うん、の下の方にね、あの白濁のタレがあるんで、うん、こう下から引きずり出して混ぜた方がいいよというね。あ、なるほど、ね、そのタレがこんな感じです。あ、すごい、ね、うん、白いですね、まあだから何でしょう、ごま系の中華そば、うん、中華冷やし中華か、うん、っていう感じのイメージを想像されたらいいと思います、はい、ね、マヨの酸味も非常に効いてるよということで、でここでね、詰め替えタイプの黒胡椒かけていきます。これ合います、これ合いますよね、がですよ、ちょっと見てくださいね、かけてますが、およっ出ないですね、残念な、はい、あ、他の黒胡椒もすげえ遠くにあったから今回もう卓上返しでね、あ、そうなの、なるほど、もしかしたらチェスのルークだったかもしれないなんで置いてあるの、置いてあるか、そんなとこに卓上にまあということで、ね、中華屋のカフェご飯のように食ってますけどもね、美味しいサラダ麺ということでね、あれ、ザキさん、自由が丘ピンときてないですね。自由、いや、わかりますよ。わかりますか。父親住んでますからね。そうなんだ、ゆかりあるわ、はい、そうなんだ、まあ、チーズ溶けないんでね、冷やしで食べるときは、まあ、あの食感が好きな人だけ頼んでください。実家で行くな、また。あ、酢はね、やっぱね、分解してくるんで、はい、さっぱりしたものですけども、はい、まあ、油増してるからね、今回はだから、塊油から出た油をこう分解させるには酢が適量ということでございますから、はい、この時点で野菜と酢しか食べてないからもうね、健康食品じゃんというところで、いやいや、だいぶ減ってるけど ね、冷やしっていうか、確かに健康だ、健康ですよ、うん、本当にヘルシーだ、ね、確かにね、ちょっとファイナルトマトの血がでかいですけども、ファイナルトマト
ごちそうさまでした。ねえ、美味しかったね。大にするとこの量でね、タレも溜まってますから、はい、非常にこう十分な量で食べられるっていうのが、はい、ね、マシでございますけども、あーっと95円ですね。90.1 ということで、はい、食べに行きましたということでございますね。あまりに大きいんでちょっと提供の時間がずれたっていうのもありますけど、あ、まあまあまあ、そうそう、それでもちょっと同行に非常に早かったですけども、うん、あとできましたよね、飯田橋に、用事もその用事もできたから、どんどんね、皆さんこの夏は癒やし中華を食べに行ってほしいというところでございますね。確かに、ね、何店舗か行けるってことで、そう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 、というわけで、はい、お暑い日が続きますので、皆さんも冷やし中華食べて元気になってね。はい、コツンです。